はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、ルーチェペン、クリッパに持っていくね、ルーチェペンその2でございますね。はい、画像映ってるのはマーブルウッドですね。マーブルウッド、まあ人気のある材なんですけど、なかなかなくなってきましたね。はい、マーブルウッド何かっていうと、クスノキの一種です。アジアのね、まあ、アフリカかアジアか、まあね、ちょっと見るとね、ほんのちょっと緑がかってるっていう感じがねします。でね、マーブルウッド特徴としてはね、マーブルウッドで呼ばれるものがまずね、あのコブ木であるという、まあコブ木の周辺なので、まあコブがまあちょっとねなくなるところもあるんですけど、まあその辺のことを言ってると思ってください。はい、なのでまあコブ木、クスノキのアジアのね、クスノキの一種と思ってくれればいいんですけど、特徴何って言ったらですね、わりかし成長が早い、なのでコブにボコボコってなってくんですけどね、その重みとかも含めてね、コブの中にこうやってね縮み木ができるのがね特徴。まあこういうやつをマーブルウッド、まあまああとは香りとかね、あの色具合とかを見て、まあ、茶色系、まあ、黄色系からちょっと緑系とかね、まあ、こういうのがマーブルウッドでございます。まあや、どれもたくさん僕も見てきましたけどね、あのすごいやっぱ粒がね大雑把です。めちゃくちゃ縮ぐちゃぐちゃぐちゃって入ってるやつはね本当に少なくってね、まあそんな、まあこういう感じになるのがほとんどですね。花輪よりも細かいのやつはね見たことがないかな、マーブルウッドではちょっとないかなっていう感じですね。でもあとちょこっと来年の個展に少し出せる程度で、僕の在庫も終わっちゃうかな。新しくちょこちょこ集めてはいるんですけどね、マーブルウッドもなかなか見つからなくなりましたね。はい、またあるうちに買ってください。気になる方はね。はい、でブライヤーですね。ブライヤーも値段つけております。花輪のリボン木ですね。はい、ゴールデンアカシア、ちょっと変わった木系統。はい、でハワイアンコアありますね。はい、まあバーザイとかも、はい、シオクのバーザイはもうこの3本ルーチェペンしかありません。はい、ナオシャンズローズとはごめんなさい、2本でついてないよ。これケヤキの木ね。はい、重たいやつですね。でアメリカのクスコブ、キューバマホガニーで、これがブラックタスマニアンブラックウッドですね。はい、よいしょ、またゴールデンアカシアが出てきて、でクラロウォールナット、まあ値段差1万2000と1万4000とつけております。で下の木が出来上がってきました。まあちょっとね、下でも赤系じゃないんですけど、まあこういう系も下あるんですよということで、そう、下もねやっぱ国場所によってやっぱ色違いますし、コブもできますし、そうですね、下も面白いですね。まあサイアミーズ、まああれもシタン系、まあローズウッドの種類っていうことですけど、ローズウッド、ホンジュラスローズウッドとシタンぐらいかな、コブができるのは。まあこうやってたまにちょこっとね木が入るやつもあるので、はい、よろしくお願いします。でこれがね、マダガスカルローズウッドのすんげー細かい、ちょっとだけねお高くしております。1万1000ですね。はい、4本しかございません、今のところ。はい、はい、次、アフゼリアライですね。まあもういいかな説明は。はい、リングイジーもあります。はい、和材ローズウッドですね。まあ3万円のやつ、まあちょっとこの辺は2万1000、3枚、まあちょっと系統が違うやつ、木が違うんですけどね。はい、これはこれもサテンウッドバーナーバーのやつですね。はい、そして最後はまあアクリル本当今年作れなかったですね。はい、また来年頑張って作りたいと思います。はい、スタビーですね。
はい、これに何かあればちょっと入れとこうかな。多分これもこのまま出しておくと思います。はい、カーリンの紅白とついてないの15,000円となります。はい、まあ最後ね、ちょっと本当に手持ちで持っていくやつがあるかなとは思うんですけど、少しペンシルもね、ルーシェペンも最後今オイル塗ってあるやつをギリギリで最後1ケース30本ぐらいね持ってきれればなと思っております。はい、こんな感じでルーチェペンもがっつり用意しました。並べれきれないです、本当に並びきれないですね。はい、こんなに持っていく必要性はないんですけど、まあどれぐらい出せるんだろう、ちょっと分かりません、本当にね分かりませんね。机2つになったといえども、うんうんっていう感じなので、はい、まあ頑張りますということで、よろしくお願いいたします。